はい、どうもこんにちは、エクシブの柏木でございます。今日はですね、ちょっと面白いプロダクトというかマーケットチェンジになるんじゃないかなっていうプロダクト1個ご紹介したいなと思います。このこいつですね、この光ってるこいつなんですけども、昔ですねご紹介した COB っていう、まあ、LED の最高峰の、まあ、現在の最高峰の、まあ、プロダクトがあるんですけども、まあ、それのちょっと安い版というか、その、まあ、価格が抑えられたバージョンみたいな、まあ、チーパー COB みたいな、そんな感じのプロダクトになっています。今日はですね、こいつをちょっとご紹介していこうかなと思います。多分ですね、こいつが、まあ、一般的になってくると、まあ、これまで高くて、まあ、COB に手を出せなかったお客様であったりとか、まあ、ね、結構導入機会が増えてくるんじゃないかな、というふうにはちょっと個人的には思うんで、結構こいつは面白いんじゃないかな、と今日は思います。I will introduce you a COB product. So, actually, a cheaper COB.So I want to talk about this one today. Okay, let's get started. さて、改めてなんですけども、今日はですね、COB ですね、ご紹介していきたいなと思います。でですね、実はこれ、ピッチ数で言うと、上が 1.5、1.5 になってまして、下が 1.2 になっています。まあ、結構ね、このサイズの、まあ、ピッチ数っていうのは、まあ、結構これまでも高額だったんですよね。まあでも今回そのご紹介するその COB のプロダクトにしてはこれ結構値段落ちたなーって気がします。今日はこれなんですけども、まあこの映像見てもらうとやっぱ 1.5 と 1.2 やったらやっぱ映像の出方がやっぱ全然違うなーっていう、そのピッチ数というか。で、やっぱ 1.2 綺麗ですね。やっぱり綺麗。うん、すごくいい感じに出てます。で、やっぱ細かさであったりとか、結構このレベルになってくると、その、で、これまでの LED ってやっぱその、何やろ、料理であったりとか、そういったものをご紹介するの結構不得意な感じがしたんですよね。やっぱテレビの 4K モニターとかに比べると。でもこの、感じになってくると結構使えるんじゃないかなというふうには思います。COB っていうのはやっぱ通常の LED に比べてもやっぱこの辺がやっぱサラサラしてて、やっぱりなんだろうな、すごくいいですよね、質感が。で、ちょっと待ってくださいね、映像を消してみます。はい、消しました。よし。で、やっぱこう手前味噌なんですけど、やっぱりこの辺になってくるとやっぱ、何だろう、見てください、この近くに行くともこうですよね、この、こんなんていうか、高級感というかですね、この、聞こえるかな、この音。だから、そうですね、この音とかいう、だからね、この触り心地というか、まあ、このあたりがすごくいいなっていうふうに思います。まあ、まるでね、やっぱこう、なんか LED のこう黒い宝石みたいな、なんかそんな作りになってます。いやー、いいですね、これ。で、これちょっと外してみると、なんかこんな感じでパコッと外れるんですよね。で、この1枚あたりのサイズが、まあ本当にこうちっちゃなサイズになっていまして、ではこれがまあ 1.25 かな。うん、いや、すごくいいじゃないですか。で、こんな感じでLANケーブルが繋がっていますよと。うん。やっぱりこう、そうですね、これかなりいいんじゃないですか。ただ映像も綺麗だったし、で、ちょっと中開けてみても、ね、やっぱ結構しっかりした作りになっているのかなというふうに思います。うん、いいんじゃないですか。うん、いいですね。チップ数めちゃくちゃ多いですね。はい。で、こうやってバランスを。うん。そうですね。結構ハブカードが結構でかく、表示され、使われてるのかな。うん。そうで、やっぱりこの辺の問題点としては、やっぱハブカードがね、やっぱり、将来的に壊れた時にやっぱ手に入るといいなと思うんで、結構予備は多めに買った方がいいかもしれないですね。ハブカードに関しては。うん。で、これが A と B。いやー、いいんじゃないですか。結構ね、なんかこう、自分も、まあ、LED のプロダクト、まあ、売ってて思うんですけど、結構ね、やっぱ COB クラス、なんかオフィスとかになってくると、オフィスであったりとか、まあ結構ハイレベルというか、まあ、お客さんの目も最近超えてきてて、やっぱり 3.9 ミリピッチだと、ちょっと物足りないな、室内で足りないな、とか 2.5 だとちょっと荒く見えるな、みたいな、なんか最近そんな感じになってきてるから、ね、やっぱこういうのはすごくいいのかな、っていうふうには思いますね。で、やっぱりこう、なんていうの、前回その COB をご紹介したのがちょうど2年ぐらい前かな。あの時にやっぱ少しずつまあ出始めてたんですけども、まあこっから先のマーケットになってくると、結構こう、今年 COB が結構普及し始めるんかなと思います。は
はい、どうも。こんな感じで、まあ今日は COB をご紹介させてもらったんですけども、まあ最近ですね、なんかまあいろんなお客さんとも話してて、結構ね、お客さん自身がやっぱこう目が超えてきたなっていうのがあるんですよね。なんか前までだと本当に、室内でも 3.9 とかでも 2.5 とかでも満足してはったお客様も結構多かったんですけども、最近だとやっぱり 1.8、1.5、まあ、1.2、 やっぱこのクラスをまあ求めるお客様っていうのは結構増えてきたなっていうふうには思います。まあ、お問い合わせの中でもね、やっぱ細かいピッチありますかっていうのはやっぱ出てきて、まあ、いやこの人詳しいなみたいな、結構お客様に結構詳しいなみたいな人もやっぱ増えてきたんで、まあ、なので、まあ、この COB、 この安いというか、あの価格の抑えたその COB が登場したっていうのは結構僕的にはこうマーケットチェンジになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でやっぱりね、やっぱ僕らも中国に今会社ありますけど、まあ、その辺のやっぱ話を聞いていくと、まあ、結構この SMD であったりとか、まあ、そういったものっていうのはこれからまあ COB に置き換わっていくんじゃないかっていうふうな感じで、まあ、みんな動いてるみたいなんで、結構この辺は面白いかなっていうふうに思います。はい、では今日はですね、チーパー COB っていうのをご紹介させていただきました。ではそんな感じで今日はありがとうございました。